ですか？知ってるよ。わからないのだ。決して恥ずかしいことじゃ。わからんだろ。やっぱりわからないんですね、うん、今日も平和にゃんね。次回の妖怪ウォッチは、ケータ君寝相が悪すぎです。妖怪の仕業だよ。またまた。にゃー、妖怪枕返しがいたにゃん。こいつのせいにゃん。えー、なんか俺っちたちに相談があるみたいにゃんよ。リスー